続きまして、愛ですね。愛グリーン、なんかこういう図があります。71.4% って書いてある。180カウンツって書いてあります。60 100 RXGFP フルオレセンスって書いてあります。フルオレセンス、これグリーンヒストグラム、笹井先生は顕微鏡の研究もしてるんですよ。笹井先生は顕微鏡が詳しいという、電子顕微鏡。ヒストグラム、パーセンテージオブ RXGFP プラスセルズアマング DDQMESC デライブドゥスエアーズレッドオープンピークヒストグラムアンディフェレンシエイティッド RXGFP MESCS アイソタイペコントロール。これはグリーンヒストグラム、グリーンのヒストグラムだ。ヒストグラム、柱状グラフ、柱状グラフのことをヒストグラムという、パーセンテージオブ RXGFP セルのパーセンテージですね。 Day 9文化9日目の DSA デライブルスフェアズ部分、デライブされたスフェアズ。レッドオープンピークヒストグラム、赤のピークが、これ赤なんです。ピークヒストグラムが、グリーンと赤があって、これがグリーンですか、これが赤、わかりません。グリーンが、GFP ですね。レッドがオープンピークヒストグラム、アンディファレンシエイティッド、分化してない RXGFP のアイソタイプコントロール、分化してないやつと分化してるやつがグリーンと赤、グリーンと赤で、 J がまたこういうのがあって、なんかこれやっぱりこれカラーがいいですよ。 PAX RX 10-2-13 こうやって、まあいいですよ。レッド、ヒストグラムパーセンテージオブパックス、パックス6プラスセルズアマング RXGFP プラスセルズオブ DDSMESC デライブドスフェアーズブラックオープンピークヒストグラムアイソタイプコントロールオールモストオールオールモストオールオブザ RX プラスセルはパックス6プラスアンドパックス6エクスプレッションワズオブサーブドアウトサイドザベーシクルズアズウェルフィギュア SIA SI っていうのがよくあります。
レッドヒストグラムが J レッドヒストグラムがこの辺で、パーセンテージをパックスセル、パックスセルのパーセンテージがあって、アマング RXL セルの中の RXGFP の中のパックスセルがの ある。デライブドスピアル、スピアル、ね。ブラックが、ブラックが、ブラックオープンピークヒストグラムがアイソタイプのコントロールである。ほとんど、オールモストオール、ほとんどが、RX プラスのセルのほとんどは、パックス6と、パックス6の表現は、オブサーブ、観測されるアウトサイド、ビスクル、同じように、ビスクルの、と同じように、外に観測される。いや、A、K。K がもう僕疲れましたけどね、今日はちょっと10時半ぐらいですよね、11時で終わります。K PCR ショーズダウンレギュレーションオブザプラリポテンツジーンズオン DD10 ウィズインクリースドジーンエクスプレッションオブ RX インオールスリーラインズテスティッドレジェンドコンティニューズオンテキストページ。レジェンド。PCR shows K。これ PCR で、ポリメラーゼ、電気度でやったんですね。PCR shows down regulation。ダウンのレギュレーションオブ、プラポテントジン。プラティポテントの遺伝子。DD で分化10日目 with increase gene expression 遺伝子の表現が増える RX in these line tested 3つのラインのテストされた中の RX の表現、遺伝子表現、遺伝子表現が現れているんです。これ日ごとに現れて、これがポリメラーゼ塩基の OCT34 遺伝子ナノグ G の 3PDH で D0 が Day10 で D0、D10、D0、D10、 こう3つに分かれていて、なんか現れている、あれを思い出す、スタップ細胞を思い出す。これが遺伝子名で RXGFPESCS、 これの読み方がトマト RGXM 種 GFP マウス P0、 これの読み方がちょっと分かりませんこれまで解説できないといけないという利権のレベルの高さ、すごいですね。これがステムセル、ステムセルレポート、レポートのボリューム2の662から674ページで、May6、2014、5月の6日の2004年。2014オーサ、これでした。わかる皆さん。